公益財団法人日本ペア語協会は、ペア語の普及活動を行う組織で、囲碁の普及や国際交流をその目的としている。1994年に設立され、ペア語規戦やイベントなどを行っている。滝久夫発案のペア語は、オールアーマ防ー寧ーー囲碁大会で高齢化されるなど、アマチュア囲碁ファンの間では広まっていたが、1990年に、 滝が社長を務める NKB 社がスポンサーとなって、国際以後、アマチュアペアトーナメント大会が毎年、開催されるようになり、1994年5月24日に、文化庁より承認を受けて、財団法人日本ペアイゴ協会設立に至った。同年12月には、協会設立を記念して、プロ騎士による、理工イペアイゴ選手権を開催、こちらも以後毎年開催される。 2006年から関西ジュニアペア語大会2009年から関東ジュニアペア語大会を開催2013年からは日中ンペア語名人選手権にも協力2016年ペア語ワールドカップを世界ペア語協会と共に主催2007年に名称を財団法人日本ペア語協会に変更2008年に世界ペア語協会設立2010年に 公益財団法人に移行1997年に、以後をオリンピックの正式競技にする世話人会が発足した際には、与謝野香織衆議院議員、渡辺文夫日本議員理事長とともに、日本ペア語協会の吉国一郎会長が代表世話人となった。2008年の第1回ワールドマインドスポーツゲームズのペア語が競技種目に採用され、 チームジャパンの囲碁選手団に日本ペア碁協会も参加、国際アマチュアペア碁選手権大会でアマチュア、日本代表を選出した。2010年のアジア競技大会で囲碁競技が採用されたことで JOC 加盟団体として全日本囲碁連合を日本棋院、関西棋院と共に設立。国分正明協会副理事長が囲碁連合副会長となった。ありがとうございます。